ランセットは、週刊で刊行される、佐読性の医学雑誌である。同誌は、世界で、最もよく知られ、最も評価の高い世界語大医学雑誌の一つであり、編集室をロンドンとニューヨーク市に持つ。ランセットは、世界中に、かなりの数の読者を持ち、高いインパクトファクターを有する。ことに、同誌のウェブサイト thelancet.com においては、 1996年の立ち上げ以来180万人以上の登録ユーザーを集めている。ランセットは、現著論文、レビュー、論説、書評、通信に加え、特集ニュースや、症例報告を刊行している。ランセットは、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン、ジャーナル・オブ・ジ・アメリカン・ガ・メディカル・アソシエーション、ブリティッシュ・メディカル・ジャーナルと並ぶ。 主要な一般医学雑誌の一つとみなされている。2012年のジャーナルサイテーションレポートでは、一般医学雑誌の中で、ランセットのインパクトファクターは45.217であり、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシンに次ぐ2位に位置づけられた。ランセットは、1823年に、イギリスの外科医、トーマス・ウェイクリーによって創刊された。 使命をつけたのは彼で、手術用メスの一種であるランセット、及び、光を取り入れるを願意する、ランセット窓にちなんだものである。1991年以来、ランセットは、レレックスグループの一部であるェルゼビアに所有されている。2008年の時点で編集長は、リチャード・ホートンである。ランセットはいくつかの重要な医学的及び、非医学的事項に関して、 政治的な立場を取ったことがある。近年の例では、ホメオパシーの効能が治療の選択肢になり得るという、世界保健機構の主張を否定し、この件で、世界保健機構を批判したこと、リードエクサビションズが、軍事産業祭を主催した時点の不支持そして2003年に、タバコを違法にする呼びかけがある。ランセットはこれまでに3種の専門雑誌を生み出している。 いずれの氏名にも母体のランセットの名称が含まれている。現著論文とレビューを掲載するザランセッタニューロロジー、ザランセッタアンコロジーの2種とレビューを掲載するザランセッタインフェクシャスディジージスである。いずれの雑誌も各専門分野で重要な雑誌であるとのかなり高い評価を得ている。ザランセッタニューロ,ロジー、ザランセッタアンコロジー。 ザランセッタインフェクシャスディジーズのインパクトファクターはそれぞれ21.66、17.76、16.14である。1990年より以前はランセットの看護は毎年リセットされていた。1月から6月までに刊行されたものは第1巻、残りは第2巻とされていた。1990年にランセットは年間2巻の発行となる。 連続間号数方式に変更した。巻の合数は1990年以前にも遡って割り振られ、1990年の前半の巻が335巻、1989年の後半の巻が334巻とされた。サイエンスダイレクトの目次リストの表はこの新しい間号数表記を用いている。ランセットは、 1998年2月28日に、イリアルリンパイド、ノジューラーハイパープレイジア、ノン、スペシフィックコーライタス、アンドパーバシブデベロップメンタルディスオーダーインチルドレンの表題で、新三子混合ワクチンと自閉症との関係がある論文を掲載したとき、ワクチン研究者や医師から、激しい批判にさらされた。2004年3月6日に、ランセットは、 論文の一部撤回を発表した。編集長のリチャード・ホートンは、同文書について、著者の一人のアンドリュー・ウェイクフィールドが、ランセットに開示していなかった重大な利益相反があったために、致命的な利益相反があったと正式に言明した。そして2010年2月2日に、科学における不正行為として、論文全体を正式に撤回、抹消した。 ランセットは2004年にイラク戦争におけるイラク人の死者数をおよそ10万人とする見解を出して議論を呼び起こした。2006年には同じチームによる追跡研究によってイラクの戦争での死者数が先行の調査と矛盾しないだけでなく調査の期間中に顕著に増加したという示唆がなされた。2度目の調査では 戦争の結果として654,965万65人ものイラク人の死者が出たことが推定された。95%信頼区間は392,979万人から942,636万の間であった。1,849世帯の12,801人が調査対象になった。2006年1月には2005年10月に ランセットで刊行された、ノルウェーのガ研究者ヨンスドベト13人の、共著者による記事で、データが偽造されていたことが明るみに出た。他の学術雑誌でも、ランセットでの論文削除に習い、いくつかの論文が削除された。ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディシン誌では、一週間も、経たないうちに、同誌で発行された、同じ著者による、 研究論文に関する編集部の見解記事を掲載し、2006年11月には、このノルウェーの研究者による、高校癌の記事2本を削除した。2009年の論説で、教皇ベネディクト16世が、エイズの予防に関して、純血についてのカトリック教会の協議を推し進めるために、コンドームに関する学術的根拠を公的に歪曲していたことが、告発された。 ローマ教皇庁では、コンドームが、エイズの危機を解決するのに十分足りえないかもしれない、ことを実証した、2000年のランセットの記事を示すことで、自己弁護した。1974年のメルブルックスのコメディ、ヤング・フランケンシュタインでは、ジーン・ワイルダー演ズるフレデリック・フランケンシュタイン、博士が、列車に乗って、ランセットを読んでいるシーンがある。シャーロック・ホームズものの一は。 白面の兵士でも19世紀末を代表する医学雑誌としてホームズが言及する。ありがとうございます。